食堂で飯食ってるんですよ、ゴーキちゃん。そしたら、みんなさーっていなくなってマジで誰もいなくなって、そのテーブルで誰も座らなくなって、マジで悲しかった悲しかったです。僕ね、別にもう見た目普通やからそんな思わんでもって思うんですけど、うん、ね、仲良くしてください。学校で見かけたら声かけてください。3人のうちどれか2人がいることもあるし、3人でいることもある当番制みたいな。お願いします。みんな友達いないからいるよいるよいるよ、はい、マルちゃんはあんまいないんじゃない。こきたいそうだけど、マルちゃんの方がいいよ。お前より お前よりお前よりお前ほんまにいないんですよ友達。お前が無力すぎるだろ仲良くしてくださいお願いします。あの、別に学校で一緒にいたいね、人はあんまいないと思うんで、僕と。だから、声かけるくらいはね。どうしよう、いや、私らどうかあ、そう、喫煙所にいるので喫煙所に来てください。お願いします。ラウンジか、喫煙所か、ラウンジか食堂へ、か、食堂かそりゃ、ね、か、お散歩してます、外みんな、たさわのみんなも見に来てくれてありがとうございます。 PM も行けますよ。やったやった。エコは日程いつなんか分かんないけど25かあ、かぶってるかね、それ。かぶってる、かぶってるよな。よしよし、じゃあまあなんとか、なんとかしますねはい、たさわの皆さんもありがとうございます。多分他のね、アバンド会長の展示とか、ヤマト君とかね、あと PS のみんな仲良くしてくれて楽しかったです。僕だけね、会長の会長の飲み会びっくりドッキリ行ってて飛んだんですよマジであれ、いやー行けばよかったなとか思ってますね。お金なくて本当にビッグドンキは行ってるけどビッグドンの金自分で出してないんで、その時は借りてを借りたお金で会長のみんな金貸してくれなそうやからちょっと行けなかったカボちゃん、カボちゃん、あ、俺シューブに借りたね。え、マジあ、行けばよかったな。今度もう一回開催してくださいお願いしますカボちゃんですら来たはい、同期にはこんな感じでみんなね、引退ですね、早い。この間会長になったばっかりな気がするけど、すぐ引退でね、エイドもある、エイドで引退かな、会長としては。会長って、管楽協の会長としてはね、エイドもみんな見に来てくださいっていうかね、まだ審査はあれですけど、そんな感じで、なんかいいこと喋って終わるかな、そしたら最後あ、やばい期待が時間もないのでって感じだけどな。あ、九番目から連絡来てるっすよ。ゴキは飛んでますよ。あ、ゴキは飛んでんの。あ、ごめん、ほんまに。いいんだね、これの打ち上げやから。なんかね、コピーバンドって、なんかいつも言ってるけど、コピーバンドって、やっぱ誰かがね、作った歌のコピーじゃないですか。それでもなんか、それぞれの人が思いを乗せて、伝えたいことがあって、で演奏してると思うんですよね。コピーバンドで、そのなんでやってるかっていうとね、別に音楽、楽器がしたいから、ただ楽器がしたいからとかそういうのもね、ちょっとあるかもしれないけど、なんかこういう自分を見せたいとか、こういう自分でいたいかとか、あとはその歌を借りて、歌詞を借りて、こういう思いを伝えたいとか、そういうことをね、みんなね、思って多分やってくれてるのかなって思うんですよね、コピーバンドって。まあその誘われて入ったバンドであったとしても、多分頑張るのはそういう理由だし、その自分が好きなバンドならなおさらね、こういう思いを伝えたいからバンドをやり、コピーバンドをやってとか、そういうのがあるじゃないですか。で、そんな中でもやっぱりそのコピーバンドだとしても見て心動かされることって結構あると思うんですよ。それってやっぱそのバンドがすごい、ね、歌詞がいいとかもあるけど、やっぱその演奏してる人がね、どんだけ思いを乗せるかとか、うまい下手っていうのはあると思うけど、それをなんか超えて伝わるものが多分あると思います。軽音サークルっていうものには、なんかそういうところをね、結構大事にして、これからも演奏、コピー、ライブ後輩のみんなにして
くれたらと思います。自分はね、その演奏のうまさうんぬんよりも結構そっちを大事にしたいタイプですね。演奏うまくても別にうまいに越したことはないんだけど、なんか俺うまいだろで演奏する人よりかはやっぱりそのなんか伝わるものがあったりする人の演奏が見たいし聞きたいし僕もしたいと思います。そういうのにね、多分ね、上手くても下手でもいいんですよ。そこは別に伝わるものは伝わるんでね、頑張ってきたっていうのは見えるし、あ、ここ手抜いてんだな今日みたいなやつは逆に見えたりするので、ね、そういうところがあるので、そういうところ大事に演奏していてもらいたいと思います。演奏というかね、そのスタジオに臨む態度とか、スタジオ、まあ、僕はスタッフなので綺麗に使うとか、そういうことも結構大事ですね。感謝の気持ちだったり、みんなの時間を使ってスタジオ入ってるし、みんなのお金も使ってるので、ね、そういう意識みたいなのって大事なのかなって思います。そこがやっぱ演奏にも現れると思うので、なんかちょっと偉そうにね言うのはあれやけど、僕もあんまスタジオの日程かぶせちゃったりすることもね結構あったりするので、まあ、反省ですけどね、後輩のみんなには頑張ってほしいと思います。先輩の皆さん一緒に今度もね、まだまだありますのでライブ出ましょう。同期も組んだことないね、あ、全員ない、ね、あるのか、あ、涼太郎くんも組んだな、春くんだけないわ、こう来てると突然のフィンランド、でもフィンランドとアシカンっていうねその3人で、ね、タイガと涼太郎とこう来たなんか別にあんま組めないんだけどね、ベーシストだからこう来た、うん、一緒に合同ライブ S は分かんない、後輩たちが許したら S も出れるんで、ね、一緒にライブしましょう。ありがとうございました。3年間楽しかったです。引退します。あと3曲あります。時間もめっちゃ惜しいけど、最後まで楽しんでいってくれたらありがたいです。ありがとうございました。すごいですね。やだな、あんな。ちゃんとバイトしよう、みんな。はい、残り3曲楽しんでってください。
Thank you.
せーの、水着大阪です。どうしようかという話ですね。この後もなんか落差いてめっちゃ